いやすごいよ。どうですかこれ。これにねアイドルさんが映し出されたらどんな映像になるのかと。あのね声の圧がすごいね。ここすごいやべえやばい迫力やばい。プロデューサーの皆様お疲れ様です。AP さとはのと AP かしです。今回はバンダイナムコさんに新しくできた未来を研究する、そして未の可能性を広げていく全く新しいスタジオ、未来研スタジオにやってきました。イエーイイエーイ。未来研スタジオはモーションキャプチャ技術や大型 LED 装置を活用した次元の壁を越えた、まるでゲームの世界のような表現を可能とした常設型のスタジオです。はい、オープニングセレモニーでは天海遥さんがゲスト出演されたり、アイドルマスターシンデレラガールズネクストライブ発表会では XR 技術を用いたこの映像を使ってライブをされていましたね、はい、もう競り上がったりもうねライトが出てきたりとかね、ねそちらのね映像も出てるかと思いますので、そちらの動画もね、はい、ぜひぜひご覧いただきたいと思います。今回はですねその未来研スタジオのこちらの大型モニターを使ってですね、はい、アイドルマスタースターリットシーズンをプレイさせていただきたいと思います。ね、まだ発売前ですよ。いやもう今回ね特別に許可をいただき遊ばせていただけるということで。いいんですか。ありがとうございます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 。もうこちらね発売前のタイトルなんで、公式の生配信のキャストさんしか多分触ってない状態だと思うんですけど、ね、それをね我々もプレイさせていただけるということで、はい、ちょっとねもう3画面に今こうやってねダーッと出てるんですけどね、今こんな感じです。いやすごいよ。どうですかこれ。これにねアイドルさんが映し出されたらどんな映像になるのかと。こちらの方もぜひぜひ映像の方が楽しみでございます。今回の動画が面白いなと思ったらぜひぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お願いします。それではやっていきましょう。よしよし、じゃあ早速ちょっとライブをプレイさせていただきます。きた。おー、まずはライブをプレイさせていただくんですね。やべえやばい迫力やばい。そうね、いやなんかライブビューイングとか見てるくらいの規模だよこれ。いやすごいっす本当。ステージね臨場感がね。ああ顔も大きく映るんだ、かわいいね。衣装もかわいいんだ。目が目が全然追いつかないんだけど。追いつかないですね。見るとこいっぱい。よっしゃ。あーかわいい。完璧。あ、ビジュアルになった。いおりさんを押したい。お、ハート作って、もお、いい感じ。あー、結構すぐ触るな。待って。いいよ。ネイルしてる人としてない人がいる。細かいとこまでね。よし、いいんじゃないか。いい感じですよ。箱揺れ大丈夫ね。やばいな表情。いや可愛すぎるでしょう。うわー、ありがとうございます。皆さんお疲れ様です。いや最高でした。いやよかったよ。やばいよこれ。これはもうちょうどさこの画面がさ最前でライブ見てるみたいな。あ、完全にねなんかこうヘリでちょっと上がってる感じね。こう画角的にね手届いちゃう。たまんないですね。いやーめちゃくちゃいいんですが、がもう一曲、もう一曲プレイしても
どうですかね、もう1曲だけプレイさせていただくというのはちょっとプレスの微妙。いけますが、あ、ミュージックビデオなら特別に OK ってことで、ありがとうございます。曲どうします？あ、一つござる、私 ござる、あ、ありますござるんですけども、まあ今回ですね、こう見ていただいた通り、はい、シャイニーカラーズのアイドルの皆さんがね、歌って踊っていらっしゃるわけでございますよ。それな、これはさ、はい、もっと見たい、もっと見たい、もっと見たい、それはある、確かにね。今こう天野さんと天下さんが踊ってたけど、他のアイドルさんもね、他のアイドルさんもいるじゃないですか。そうですね、ってことで見たいな。スプレッドザウィングスってあったりとか出せたりとかってしますかね。よし、よし、OK、出ました、ありがとうございます。やった、ではですね、そのスプレッドザウィングスの MV を見させていただきたいと思います。おお、すっごい綺麗だな、ステージも。このなんかキラキラのさ、粒みたいなさ、釣りというか、その照明当たった時に見える、はい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 、あれあるじゃないですか。やばいね、床に映ってる照明もすごいね、反射してるしね。いや、すげえ。あー、これ見たかったやつだよ。いやー、あ、かわいい。いや、歌って踊る翼プロのアイドルさん見たかったもんだよ、これは。やべえ、歌い分けやばいな。いやー、いや、表情豊か。うわー、なんだ今の首の角度。いや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 、これは嬉しいね。いやー、ガチ恋距離じゃん。いや、いいカメラワークですね、今のね、今のいいアップですよ。これね、ちょっとセンターのアイドルさんとかまた変えてね、やってみてもいいですよね、これね。やべ、目線ありがとうございます。あ、やっぱこうやって並んでみるとカホさんのセンター力ってすげえな。あー、待ってたわ、羽舞ってるね。これなんか曲ごとにこういう演出あるんですかね。ね、ステージごととかかもしれないし、うん、汗かいてるよ。いいね、今回やっぱ汗でかいですよね。うん、いや、なんかよりアイドルさんがキラキラして見えるっていうか ね、 ね、いや、こういうのに弱いのよ。うわー、いいわ、わかりやすい。あー、いいですね。良い、良いね、とても良い。ただね、なんかこう、もうこんだけね、いろいろやらせてもらってるとね、うん、なんかね、もっとね、なんかもっと見たい欲がね、湧いてくるわけよ。ま、まあ見たいけどね、今日すごくわがままやね。いや、もうなんか言うだけただなんでね。いや、なんかライブシーンとかね、見せていただいたんですけど、たくさんいるアイドルさんとのやっぱね、はい、やり取りだったりコミとかも結構ね、うん、やっぱ気になるとこなんで、なので、すいません、ちょ、コミ見せていただいたりとかってできますかね。ちょっとだけでいいね、あの、本当になんか全然、あの、見せれる内容だけでいいんで、どう、ちょっとね、聞き方が癒しいやつなんよ。ちょっと審議入ってますね、今ね、今審議入ってますけど、ありがとうございます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 。まあ、ちょっとそのコミュ見るアイドルさんなんですけど、うん、ゲームのね、先行 PV だったりね、はい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 、今僕らが見てるものであまりまだこうフューチャーされてないアイドルさんがいいかなというふうに思いまして、はい、サクヤさんのコミとかって出せたりとかしますかね。いける、いける、ありがとうございます。言ってみるもんだということで、いや、ちょっとね、そちらの方も見させていただきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。では、白瀬咲也さんのこちらの絆込みを見ていきたいと思います。はい、では行きましょう。おお、あ、後ろのね、ホワイトボードいいですね。ね、なんか絵が描いてある。やっぱこれはなんか、あの、ね、ナムコプロだったりね、特有のものだったりしますけど。
いや大変でしょうねこれね。あのね声の圧がすごいね。ここ音すごい。画面ももちろんですけどね、音がすごいですね。お、これ選択肢来るパターンのやつでしょう。私はどうしたのかな。ちょっと研修を終えたコミュニケーションを取っていきたい。昨夜さんって。はい、サニーやってるもんね。だいたいそうしたらね、選ぶべきはここなんですよ。資格これだ。優しいだと思うのよ。のはずですよ。そうであってほしい。特別なことをしているとは思わないが、褒めてくれているのかな、クロリスさん。褒めてるよ。私に個性を見出してくれた。あなたに感謝するよ、クロリスさん。いやいや、こちらこそ。そうですね。とても楽しくて刺激的だよ。今日という日が終わるのは、毎日惜しく思うほど。かっこいいな、この動き。私が楽しんでいるのはアイドルたちとの交流だけではないからね。お、お、なんか言ったか。なんで聞こえてないんだよ。耳、耳ちゃんとつけて。プロジェクトルミナスのみんなと一緒にトップアイドルになるために。そうか。頑張っていきましょう。トップアイドルな。ああ、もちろんさ。改めて。これからもよろしく、よしよし、パーフェクト。そうだよね、言うべきはそこですよ。よっしゃ、よかったよかった。うわ、いい笑顔です。ありがとうございます。いや最高じゃないですかね。え、ちなみになんですけど、まあまあまあ、何回も何回もたびたび申し訳ないですけど、もう一つぐらい見れたいとかまだつなぐかしますでしょうか。もう一個ぐらいでいいんで、あの、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとそちらの方で可能なものを見させていただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ではでは、はい、今回はね、シンデレラガールズのアイドルさんたちに会いに行ってみようかと思うんですけど、けど、ランコさんのとこに行きたいと思います。ふれあい公園、行きましょう。ちょっとまだね、プロジェクト発足でね、挨拶で、ほら、あ、ランコさんだもん、距離感がいいね。あちひろさんからね、紹介をいただいて、うんうん、あ、そっか、異界っていう扱いになるんだ。あー、この名前の表示ですね。ねー、プロジェクトルミナスのプロデューサーとして。かわいいな。めっちゃ動くない。めっちゃ動きますね。ほう。ちなみになんですけど、これバックログってあるじゃないですか。うん、ランコさんのセリフがこういう風にテキスト表示されてるってことは、バックログがそういうことだと思うんですけど、ログってあるんですけど、はいはい、ログを見ると、あの、こちらの方でね、アイドルさんのさ、今までそのコミのお話とかをログで見ることができるんですけど、実はこれね、ログ専用の隠しゼリフとかもあるんで、たまに覗いてみるとこれは面白いかもしれません。ログとかって見れたりはしない。ちょっとダメ。あー、じゃあちょっとね、あの、ぜひぜひ、こちらすごいことになってると思いますんで、はい、皆さん実際にね、プレイしてランコさんのセリフバックログで見てみてください。ちょっと続けますか。はい、そうなんですよね。言ってることわかるんだね。いや、やっぱこうね、言霊読み解いていかないとランコさんのプロデューサーならんのですよ。ちひろさんグリーンエンペレス。ほうほうほう、スターリットシーズンについて、うんうん、どうでしょう、他の事務所の方と絡むことに対してどうですかね。お、結構ノリノリですね。ノリノリですよ。お願いします。え、何その声、その何それ、かわいい。かわいい。よろしくお願いします。めっちゃ動くね。おーおーめっちゃ動きますね。え、これ一人一人用意されてんの。え、めっちゃ弱い。
はい、ということで、ライブミュージックビデオに引き続きちょっとコミの方も見させていただきました。はい、もちろんね、なんか一人一人、うん、なんかその動きとかもその映像とかももちろんなんですけど、はいはいはい、もう一人一人にねこれだけのお話が用意されてるかと思うと ね、いやこれ楽しみでしょうがないですよ。楽しみですよ。だってプロジェクトメンバー全員分あるわけでしょ。あるよ。やばいね。私はねやっぱりね、うん、表情をねもっと細かく見たいなと思いました。ですね。ということで未来研スタジオの大画面でスターリットシーズンをプレイさせていただきました。はい、いやもうもう迫力満点。いやもう本当にすごかったですね。まあ音もね、もう両サイドからもうどんどん来ますし、うんうんうん、いやいやいや、まあでもそもそもね、もうスターリットシーズンの発売日がもう私は楽しみでしょうがありません。そうですね、やっぱりね今回はこんな特別な大画面で見させていただいたので、はい、よくね表情が見えてもうすごく楽しかったです。もうわがままをたくさん聞いていただきました。そうですね、本当にありがとうございました。本当にありがとうございました。今回プレイさせていただいたアイドルマスタースターリットシーズンは10月14日発売予定となっております。はい、現在予約受付中となっておりますのでぜひぜひ皆様チェックしてみてください。はい、まあ、今回でね気になった方もいっぱいいらっしゃると思うのでぜひ予約してみてはいかがでしょうか。ぜひねプレイしてください。お願いします。そしてこの未来研スタジオで、はい、もっとこういうのをやってほしいなとございましたらコメント欄でぜひ書き込んでいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで今回の動画はいかがだったでしょうか。いや大画面未来研すごかった、スターリットシーズン楽しみって思っていただけましたらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。本日もお疲れ様でした。今日のピーカツ。はい、ということで今回はアイドルマスターシェニーカラーズのコミを見ていきたいんですけども、ですけども今回ちょっとねスターリットシーズンをプレイさせていただいたということで、はい、プロジェクトルミナススペシャルコミというものがございますので、うん、そちらを見ていきたいと思います。イエーイ。それでチョコ入りの美味しいたこ焼きができたな。おお。さあイルミネの皆さんのたこ焼きということで、それでは採点をお願いします。まあ、今回カホさんがね、うん、ルミナスのメンバーに選ばれたということで、はい、おユニットのセンターのアイドルさんたちがえちょっと送り出すような感じですよね。ボリやったら10点、朝日も何言うか考えとかんといけんよ。そもそもなんかユニットのセンターのアイドルさんがこんなずらって並んでるのって普段のコミだとあまりないですよね。そうね、聞いてたけど結構緊張しちゃうね。こんなずらっとね収まるのは見たことない。10点ありがとう。10点。それじゃあアンティーカの最近の自慢お願いします。ユニット交流会みたいな感じですね、これね。うちのもちょっと似とるとやけど恋が写真みんなでおにぎり作ったとよ。仲良し。そう、ここにはさくやさんが映ってないってことは4人だけっす。ことはそうなんですよね。恋はルミナスで頑張るさくやを応援センバーって撮ったやつ。そうなんですね、うん、アンティーカからはさくやさんがルミナスに参加されるということで、さくやさんはルミナスに呼ばれたんですよね。なんかこういったつながりのエピソードがあるのは嬉しいですよね。ね、みんなでおにぎりを作ってる写真、さくやさんは映ってないけど、はい、このおにぎりを見てきっと力をもらって。いやだからこうなんだろう、アンティーカを離れたさくやさんがこうルミナスでどうなるかっていうのがすごい気になるところではあるんですよね。そうね、なんかこうソロ曲どうなるんだろうっていう気持ちと絞り出るかもしれない。そうね、バリバリにするとやろうけど新しいことするときは、ね、特にアンティーカとかねコンセプトが、そうですね、バチッと ね曲が全面的に出てるから、うん、別の ね, ねユニットに参加したり曲になったらどうなるのかっていうのも ね気になりますし、あと純粋になんかそのアンティーカの家族感が強いから余計にね、なんかね天野さんと天下さんは一緒だけど、ね、ただこう結構不安だと思うんですよねやっぱ皆さんね、うん、アマナやっぱり結構緊張してて、でも千雪さん、まあ、緊張それが正しいから行ってらっしゃいって。
て、まあ、今回そのナムコプロが、ね、メインになってその召集をかけてっていうか、まあ、そのオファーっていうかね、声をかけてこうなってるわけですけど、そっか、うん、おにぎりみたいな言葉だった。天下ちゃんと分け合ってしっかり食べなきゃだね。なんか今回のこう選出されたこう組み合わせってのはすごい面白いですよね。おにぎりだったんだ。意外とそうだね、イルミネがいなかったりとか、そこかみたいなね。そう意外なところからね選ばれたり。デミナスに行くリンゼさんと私のために、ね、ホークラはリンゼさんですね。ホークラの皆さんも円陣を組んでくれたんです。本当は一緒に舞台に上がるときに組むのが円陣ですけど、まあ、気持ちはね一緒だよって、いやそうですよ本当に。リンゼさんも最初の打ち合わせの時、エンジンみたいに手をつないでいこうって握ってくれて、いやまあでもリンゼさんもどうなるんだろうね。結んでたんですね。ね、いやそう、これまた想像つかないですよね。つかないね。他の楽曲に参加した時、ホークラではない時どうなるのかっていうね。でもおにぎりのお友達だったら、ホークラでもやっぱりこうリンゼさんはリンゼさんって感じはするから、どんな曲が来てもね、ひよりちゃんもめぐるちゃんもリンゼさんだろうな、そうくれるんじゃないかって想像できるけど、またプロデューサー、その今回のルミナスのプロデューサーさんとねどういう関係を築くのかっていうのもね、ちょっと気になってしまうところではありますけども、翼プロの中じゃなくってね。そうなんですよ今回、まあ翼さんの方もいるかって ね、それこそね、本編でランコさんと初めましてしてましたけど、そこから関係値築いていくわけですから ね、私たちの翼プロのアイドルさんもね、なった時にまたどういう魅力を見せてくれるのかめっちゃいや気になりますねこれね。そう言わよか、きっとでなんかちゃんとこう送り出してるっていうね、なんかこのつながりがね見えたりとかしますし、いやストレイとかね、ねそれこそノクチルとかもどういった風にこのね流れを見てるんだろうって。美味しそうめっちゃ。うん、食べてないのに。なんで美味しいってわかるんですか。逆に朝日さんがルミナスに参加したらどうなるんだろうとか、でもそういう妄想でご飯行けますよね。そのうちわかる。ご飯食べてもらって、いやもう本当にもう膨らみますよ。朝日さんとミキさんの会合とか超見たいもん。わあなんかバチバチじゃないけどなんかこう見せつけてみてほしいとかいろいろありますしね。まだ妄想がね。あれ近いかもみたいな感じになるかもしれないしね。こう自分よりこう格上じゃないけど、それこそナムコプロってのを前にした時どういう反応を示すのかとかね、すごい気になるところでございますけどもね。まあこんな感じでルミナスのスペシャルコミというものがねございますので、ぜひぜひこちらスターリットシーズン発売する前、プレイする前にぜひぜひこちらをね改めて見ていただければと思います。ということで今日のピーカスでした。